どうも、なおちんでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日は主人公のスキル編成が完了しました。見てください。これがね、おそらく最適解かと思います。まずスキルですけども、村雲、そして、混沌の断り、で、カンナビの守りに、なんて読むんだ?味方を回復して召喚するやつですね。で、万能プレロマを2つに、マスク、不屈の闘士となっております。コメントでもよくあるんですけども、主人公はアタッカーではなくて、バッファーとして使った方が強い。まさにその通りだと思いました。バッファーの主人公、マジで強いですね。でも、一応、村雲とプレロマ2つ入れまして、攻撃もできるようにしております。で、混沌の断り、これがとにかく強いんですよね。瀕死にすることはあんまりないんですけども、プレスターアイコンを半減させてくれますので、相手の行動をね、だいぶ制限できます。これがめちゃくちゃ強い。そして、カンナビの守りで 30% ダメージ軽減してくれる。まあ、バッファーとしてこれは絶対必要でしょう。で、どうしてもやられることがありますので、その時はこれを使って呼び戻すという感じですね。はい。こんな感じのスキルで今日はやっていきましょう。それでは、ここに行きますね。難易度は創生のノーマルです。ハードではないです。創生ノーマル。で、敵のレベルは999となかなか強くなっておりますけども、これなら全然大丈夫でしょう。お、さすがに強えな。さすがに減らんねえ。まあ、攻撃をしまして、で、デバッファー、バッファーっていうのは絶対必要だと思いますので、このベルゼブブとかを使って、入れ替え、立ち代わりしております。おお、十分。で、ここで、主人公は、混沌の断りを入れていって、相手の行動をある程度、制限していく感じですね。アタッカー2の、バッファー1。あ、バッファー2か。うん。まあまあ、主人公は、バフ以外もできるんですけどね。でもって、この花咲夜と変えていきまーす。頼むぞ。で、エイセと、で、攻撃と。OK、OK。できればね、クリティカルをたくさん出していって、主人公の防御アップか、ダメージカットか、あれも入れていきたいところなんですけどね。OK。バフを入れていく。ランダマイザーは、5ターン影響しますので、全然いいね。いや、さすが強いね。さすがに強い。さすがに相手は強い。でも、OK、全然効かん。まあまあ、体勢は完璧だから。OK。ここから、本気ですね。もうちょっとね、クリティカルが出てくれればいいけど、ほんと、相手の運も高いですね。だから、こっちの運が999だとしても、クリティカルが出にくい。仕方ないね。本当の断りね、強いけども、そんなに MP 使わないっていうのがいい。まあまあ、使うには使う。89と。それなりに使うけども、まあ、3桁使わないから、全然 OK。OK。あとはもう、この花咲夜を使って、MP を回復しつつ、いやもうこれ完璧よ。完璧な編成。終わりー。次はもう楽勝です。雑魚的だからね。よいしゃー。ではラスト。
もうなんだろう、創生ノーマルはちょっと楽勝すぎるようになってきた。だからもうそろそろハードにね移っていい時期なんだろうね。うん、あとそうね、何体かな、あと5、6体ステータスを上げてしまえば、ハードにしようかなと思ってます。うん、やっぱある程度完璧にしてねハードに向かいたいので、そこまではちょっとしていこうかな。やぶさめでいきます。でこの花咲夜にチェンジ、ちょっとこいつ攻撃力が高いので一応注意して主人公で防御力を上げていきましょう。まあそこまで気にすることもないだろうけどね。ああ、いや、やっぱそこそこ食らうよ。うん、相手の能力下げてなければ結構ダメージあったかもね。オーケー、バフを入れていく。強すぎる。で、コンコンの断りは毎回だね。でいいか、耐えられるか。おお、ああ貫通が入ってたのか。 なぜ食らったのかなと思ったんだけど、貫通だから入ってた。怖い、避けられる、避けちゃうんだ。まあもともとね外しやすい技ではあるんで。そうか、よし。ああどうしよう、いや混沌の断りの方がいいや。はい、まあまあそれなりっていう感じか。でも大したダメージでもない。いや、このターンで、終わるかな。うん、なんで主人公も村人で攻撃していこう。いけるな。パスのゾーラ、よし。はい、ということで今日は主人公のスキル編成が完了しましたので使っていきました。もうこれがね個人的にはベストかなと思います。村雲、そして混沌の断り、カンナビの守り、これなんて読むんだろう、そしてプレロマを2つに奈落のマスク、不屈の闘志ですね。攻撃もできるし、バフを基本としていく、そんな形となっております。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。